この像、女か。いや、待て。わかる。そのもの善を行う魂なれば、悪なくして生きられぬ。己を善なるものと信じねば、築き上げた死残結果に圧殺されると恐怖するゆえ、我が討ったのは悪しき者、滅ぼされて叱るべき横島の者。ならば我は正当なり、罪の意識など持っておらぬし、持ってはならぬ。世には正義と悪がある。我が滅ぼしてよい邪悪がいる。人は二種のみでなくば、この戦乱を許容できるはずもない。はあ、故にその者、天を二つに分断した。善なる者と悪しき者、光と闇が喰らい合いながら共生する空を流れ出させた。人が神座という巨大な力を生み出した時代、その争奪によって疲弊しきった世に生まれた身であればこそ、二元論に逃げ込まねば生きていけなかった哀れな女。これぞ始まりの断り、始まりの座、初代の神が背負った真実のすべてである。行くか。以降、神座が奪い合いを常とするようになったのも、あるいはこの神の呪いやもしれぬ。戦乱は無限に続く。始まりの座がそうした断りを生んだのだから、この宇宙に真なる平和はあり得ない。その結末を見届けるため、女と共に会った男は、永劫のさすらいを自身に課する。あらゆる宇宙、あらゆる座、あらゆる戦乱期の中枢に関わり続け、さりとて主演には断じてならず、女に操を捧げたまま、不能者として物語を流れていくもの。どのような座の断りからも、ある意味で外れている特異な存在。我らはこの男を観測者と呼んでいる。そしてこの男が現れた時こそ、すなわち東大の座が亡滅する兆しである。故にこの文を読んだ者に強く願う。どうか御身を観測者と出会っていてくれ。あれは滅びるのだと言ってくれ。我らが生み出したあの者は存在してはならぬものだったのだ。何を言ってやがる。俺は俺たちが生きるために戦うんだ。お前らはただの自業自得だろ。そのもの、二元論における善側の王の一人として生まれるものの、完全なるその善性から
悪を滅ぼし尽くせぬ己に悲憤を抱く。我と我が民たちは善ゆえに、縛る枷が無数にある。犯せぬ非道が山ほどある。それは、戦において、致命的な遅れを生むと分かっていても、善である以上は決行できない。事実、善の側は開闢以来、常に劣勢へと立たされていた。善とはそうでなければならないという断りのもと、世界の覇権を狙うのは常に悪。敗北の淵であがき続ける光こそが善なれば、男は上昇の王足り得ない。民を守れぬ、兵を生かせぬ、善たる己が悪を一掃できずにいる。その不条理にかける憤りが有した重量は、悪がなければ存在できぬという始まりの断りを凌駕した。我が民たちよ、悪を喰らう悪となれ。一つでよい。その魂に獣を飼うのだ。聖者の打点。新たな断りは、天下万民に刻み込まれた原罪として具現する。男の法はある意味で、二元論以前の状態に世を戻したとも言えるだろう。人は誰しも心の中に一回の闇を持つ。そうした自然さを取り戻したという意味でなら、男は偉大な存在だった。彼こそ最も人に近しい神座であろう。罪を抱いて打点せよ。禁断の果実を食さねば、人は人足り得ない。これぞ二代目の断り。二代目の座。二代目の神が背負った真実のすべてである。そのもの、ただどこまでも潔癖だった。他者はもとより、己に宿る罪それ自体が許せなかった。原罪という獣を魂に持つ人の世は、文明の乱熟とともに腐り始める。それは当然のことであり、破壊と再生の円環こそが二代目の断りなのだが、男はそれを許容できない。一度目の過渡期において中心に立った男は、既存文明を破壊するという諸行を前に極限を超えて悲嘆した。我はなんと罪深い悪なのか。我のようなものを生んだ存在は、なんと底知れぬ稚愚なのか。罪を拭わんとするその祈り、救済の嘆きをもって男は座を塗り替える。あらゆる罪業の駆逐された、汚れなき純白の天上落土。歴代の座において、人の悪性を完全に駆逐したのは彼一人。その清さ、その聖性。彼こそ神という概念に対する、最も普遍的な印象を具現させたものと言えるだろう。清らかであれ、罪を犯すな、我欲を捨てろ。だがその徹底した潔さゆえ、この知性に人間性は存在しない。完璧な管理社会であり、数理的な整然さのみが満ちている。合理的、かつ論理的。人の愚かさを理解しないし認めない。それは男の性質そのままであり、ならばこそ、汚
亀裂が走れば退陣することを迷わない。我の方に過ちがあったなら我はいらぬと責任感という画集が欠如したあり方。万象、まるで電子の機械のごとく。これぞ三代目の断り。三代目の座。三代目の神が背負った真実のすべてである。そのもの特異な存在なり、これまでの座は全て前任者の断りに対する歪みとして発生し、善悪の交代でしかなかった状態に終止符を打つ。男が有する特殊性の中でも最たるものは、彼の渇望が時間軸を無視していたこと。何がしかの経験によって強烈な思いを抱き、そこから神域の念を発生させるという原因と結果が入れ替わっている。すなわち、すでに神座にある己を知覚したからこそそこに至った。それまで単一時間、単一宇宙のみで構成されていた座の機構を破壊し書き換えたのが彼である。現在過去未来の内包、多元的平行宇宙の同時掌握、それを成したこの男は、過去三代を上回る最大の支配領域を獲得した中京の祖と断言できる。簡潔に述べるならば、三代目の座にとってこの男は、別の時間軸と宇宙から飛来してきた怪物に他ならない。原因と結果を入れ替えたことによって発生した彼の宇宙は、歴代で類を見ないほど摩訶不思議なものと化す。神座となった彼が、原因不明の基地感に苛まれながら放浪すること幾清掃。その果てに出会った女へ抱いた激烈なまでの恋情。我はこの女の手によって生を終えたい。その刹那に史上至高の道をくれ。男の渇望はその一点。しかもそれが発動したのは、神座にあって斧が自滅因子に倒滅された瞬間である。意味がわからない。理屈が通らない。神となった彼が死の間際に神となって流れ出すなど、誰が見ても筋道として破綻している。しかし彼はそれを可能にするものなのだ。多元時間、多元宇宙、あらゆる領域に手を伸ばしてその不条理を成立させる。彼のあまたある持論の一つに以下のようなものがある。得意なものがなぜ得意であるかなどと疑問を持つな。そこに意味は何もない。それはひとえに大した理由もなく己に付与していた超越性、それに対する自重と自憤なのだろう。我を殺してよいのは彼女のみ。故に嫌だ。故に認めぬ。我はこんな死に方などしたくない。爆発する連城と開墾によって流れ出したのは、万象あらゆるものが無限に同じ生を繰り返す回帰の断り。男は理想の死にたどり着くまで何度も同じ生を反復する。愛する宝石よ、我を撃て。どうかその手で悲劇に幕を引いてくれ。その結末を得るためならば、神羅万象あらゆるものは
彼女を主演として機能する舞台装置。我が脚本に踊る演者なり。さあ、今宵の劇を始めよう。これぞ四代目の断り。四代目の座。四代目の神が背負った真実のすべてである。そのもの、神によって改良された神座なり。本来、愚道の神格であったものの、先代の座によって見出され、彼の後継者となるべく、喜劇の主演に引き立てられた。ある意味で最も先代に頑労された存在だが、彼女に憤りや嘆きはない。なぜならその生涯で、他者と関わることが一切できなかった身であるゆえに、強固な呪いを宿して生まれ、触れれば首をはねてしまう。ならばこそ、誰も近寄れぬ永遠の宝石としてあり続けたが、その本心では、他者との触れ合いを切に切に望んでいた。先代が演出した喜劇、その主演として立ち回る日々が、彼女を溶かし変えていく。愛する者を見出して、守りたく思う輝きの尊さを知り、真に完全なる波動の神へと劇的な変貌を遂げていく。抱きしめたい、包みたい、愛しい万象、我は常しえに見守ろう。完成した彼女は慈愛の女神。過去、例を見ないほど柔らかなその知性は、すべての生命が生まれ変わるという転生の断りを具現する。世に悲劇や争いはなくならない。しかし、かといって異なるものを排斥すれば、過去の座がそうであったように、必ず歪みが生じてしまう。故に女神は抱きしめた。善も悪も何もかも。悲劇そのものはなくせないが、転生の果てに必ず救いが訪れると。あまねくすべてを慈しんで、その愛、子を見守り成長を望む母性の具現と言えるだろう。優しき母を嫌う者など存在するはずがなく、それを証明するかのように、彼女は彼女だけの驚異的な特性を有していた。本来、絶対に共存できぬ波動心を、同時に存在させうること。抱きしめるという渇望通り、彼女の腕に抱かれた者は、たとえ荒ぶる戦神であろうと、安らかに微笑んで矛を収める。黄金、水銀、刹那という、いずれ劣らぬ強大な波動心が、彼女を守護すると誓うほどに、女神の知性は揺るぎない。これぞ五代目の断り。五代目の座。五代目の神が背負った真実のすべてであり。つまりこれが、ヤトの女神だったっていうわけかよ。ヤト、お前を、なんてもんと比べるんだよ。これに負けないものを作れって。無茶ぶりもいいところだぜ。
た。ふざけやがって。女神さんよ、あんた甘すぎんだよ。あんたの手を自分に触れる何か鬱陶しいものという程度にしかあいつは感じていなかったんだな。そしてあいつがそうなった原因である俺や、ここのクソどもと誤解されたまま身代わりになって、見ててくれ、仇は取るし、けじめ絶対つけるから。そのもの、三つ目の奇形なり。情とは異なる要望から忌み嫌われ、口減らしとして二足三文で売られたものなり。当時、即身仏という行ありき。瞑想のまま絶命した聖者のミイラをもって身体となすこの行に、そのものは捧げられる。無論そこに彼の意志などありはせぬ。未だ幼きわらべであり、抵抗など不可能なれば、だからこそ彼を買った者たちにとっては都合がよい。異形の容姿も見方を変えれば荘厳なりとことほぐばかり。その裏に隠れた真実に誰一人として気づかない。彼は穴の底に落とされた。その上に五重の平等が建てられた。接触する者は誰もなく、脱出不可能にして光は届かず、彼はその闇に埋もれていく。幾日、幾月、幾年も彼を買った者たちがどのような神を望んでいたかはわからない。しかしこの修行が意図するところは察せられる。下界への渇望、苦しく悲嘆する呪いの歓喜、孤独、犬神に相通ずる下法をもって波動をなし、黄昏の晩鐘を塗り替えること、浅はかなりと言わざるを得まい。なぜなら彼らは彼の本性をついぞ見誤っていたのだから。我はこの静寂こそを愛していた。我のみをもって完成する宇宙。ああ、だからこそ我を一人にせぬ貴様が憎い。ゆえに見つけ出してやるぞ。万象滅相しようとも。これぞ六代目の断り、六代目の座、第六天破順が背負った真実の全てである。